ヤン・ダビス・デ・ヘームは17世紀のオランダで活躍した画家。豊かな色彩と精密さが際立つ生物画で知られている。ヤン・ダビス・デ・ヘームはユトレヒトに生まれたバルタザール・ファンデル・アストに支持する。1625年から1629年までライデンに住みダフィット・ベイリーの下で学ぶ。1635年か1636年に アントウェルペンの画家組合に加入した。1667年までアントウェルペンで過ごし、ユトレヒトに戻る。記録によると、ユトレヒトに1668年から1671年まで住んでいたようである。1671年には、フランス軍の接近によりその地を離れている。彼がいつアントウェルペンに戻ったのか記録にないが、1684年に、 その地で亡くなったという記録が残っている。息子のコルネリス・ドヘームも画家となった。アンリ・マティスは1916年から1917年にかけて現在ルーブル美術館所蔵の卓上の果物と豪華な食器のバリエーションを発表している。ありがとうございます。